私の答えはこちら。これはあの選んだポイントはですね、まず一人暮らしの女性だから部屋がそんなに広くないと思うんですよね。なんでフェレットとか、まあフクロウもそうですよね、なかなかそこはあの場所的に、あと開ける時間が多いっていうのも含めると、このヒョウモントカゲモドキはね、3日4日で1回に餌をやればいい、温度だけ、うん、でデグ、うん、ちっちゃくて可愛いのと、うん、まあもしかしたら1匹だけじゃなくて2匹ぐらい飼いたい時にデグ、うん、とは言いながらやっぱり飼いやすさはモルモットじゃないかということで、この3位に1位でございます、うん、はい、さあじゃあ正解の方をマネージャーお願いします、はい、3位から第3位いきましょう。はい、第3位は話してください。はい、フクロウです飼うの？そうですね、まあ、あの種類は問わず、はい、で、まあ、大きさもそこまで問わないんですけれども、意外とフクロウは女性人気が非常に高くてですね。へえ、はい、だって餌、はい、ネズミとか、はい、冷蔵庫に入れて、はい、出して、そうです、あのお料理される方いますよね、魚さばくのと変わらないっていう方にそうか、はい、あでももうフクロウではなくもうパートナーとして見た場合には、パートナーの好きなものと私の好きなものは同じ、はいはい、そうです。はあ、3位フクロウ、はい、じゃあ2位いきましょう。2位は、ぜひどうぞ、はい、おっ、ちょっと、ちょっと近かったんですよね。これやっぱり人気って言ったのは女性にも人気、女性に人気があって一気にさらに人気が上がりました。はあ、はい、フクロウトカゲと来てさ、はい、第1位は、はい、すげーそうなの？そうです、ヘビの女性人気って実はすごく高くてですね、はい、でコーンスネークとヒョウモントカゲモドキ、この両方の爬虫類なんですけれども、はい、世界で一番繁殖されている爬虫類なんですね。もう野生のやつは流通ほとんどしないです、うん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 、で特にコーンスネークは毎年新たな品種が生まれるぐらいいろんな色がいるんです。そうか、はい、そこにまた、はい、この色だったら、そうです。え、何これモルモットデグーとかって、じゃあちょっと今、はい、僕のがちょっと女の子寄りになってて、もう世の女性たちはもっと攻めてますね、はい、そうです全然違った、1個だけ、はい、思った以上に爬虫類猛禽類、そうですね、強いですね、はい、はあ、知らなかった、うん、